さあ、ランスの会の三国天部動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。昨日ですね、新年会の方に行ってました。で、いつも反撃とかあと奪還とかね、終わったらすぐ寝てしまうような僕なんですけども、帰りがね、11時とかになったんですよね。で、一応車で行ってたんで、帰りも、まあ、運転して帰るということで家に帰ったのが12時ぐらいだったわけなんですけども、まあ眠たいなと思いながら、まあ1時間暇だなということで YouTube を開いたらですね、ヒロさんがねライブをやってたんですよね。で、それではフレンドに攻めてサラチ取っていくみたいな、まあ、生配信をやってたんですけども、楽しかったですね。で、信号待ちの時にこんばんは、運転中に、ラジオ代わりに聞かせてもらってますみたいなことを、書き込んだらですね、あ、こんばんは、お疲れ様ですみたいな感じでヒロさんがね返してくれるんですよね。やっぱりね、レスポンスがあるこういう配信っていうのはね、楽しいなと思いましたね。で、ヒロさん4時間とか連続で多分攻めてるんですよ。いや、すごい体力だなと思いますけどもね、僕は要せんなと思うんですけどもね。で、その配信見てね、僕もいずれね、パソコンとか購入したらですね、っていうかもうあとは家に来る待ち状態になってるんですけども、まあ、生配信とかできるときはねやっていきたいかなと思いますので、お付き合いいただける方はよろしくお願いいたします。で、今回は船員に関する検証をやっていきたいと思うんですけども、何をやるかと言いますと、まあ、タイトルやあとサムネ見ていただいたらもうお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけども、これですね、行友って読むかな、共有、給油、ちょっと分かんないですけど、これの効果なんですけども、はい、周囲の友軍武将の攻撃力を 13% 上昇させるということになってるんですけども、これって周囲の友軍武将だけで自分は、攻撃力上昇しないのかっていうことがすごい疑問で、こちらの方を検証していきたいかなと思います。で、一応ですね、聞いた話によると、この給油をつけている自身もですね、攻撃力は上がるらしいです。なんで、この紫とかの場合はですね、これ全て、ね、疾風も猛将も、まあ、つけてる武将も攻撃力上がるというか、ステータス上がると思うんですけども、まあ、聞いた話だけなので、やっぱりこういうのは自分でやってみないことには、で、まあ、皆さんにやってるところを見ていただいて判断していくという形でないと、人に聞かれた時もね、やっぱ上がるらしいですよとかしか伝えようがないのでね、一緒に見ていっていただけたらなと思います。で、その前にですね、一つちょっとこうした方がいいんじゃないでしょうかというのがあるんですけども、今ここレベル8まで上がってますよね、今タップしたところ。これレベル1だったら数字が低いのでちょっと検証できんなということで、今集中的に上げさせていただいております。で、マックスがレベル10だったかな。で、ここ上のバー星が1個ついてますよね。で、星2個星3個ということで、あと、星を2つつけて2マス塗ったらレベルマックスということになるんですけども、これ星を点灯ささんかったらレベル9に進めないわけなんですけども、この星を点灯させるときにですね、同じ、まあ、この船員の成果が必要になってくるんですよね。左下なんですけど、今10分の2となってますよね。なんで、足りない状態なので進化させることができないということになってるんですよね。なんで、船員は作ってしまったらもうその成果はいらないというわけではないということなんですよね。確か成果が20溜まったら船員を作ることができるかなと思うんですけども、例えば商店言ったらどこかな、商店で、まとめて船員の成果を手に入れたとしますよね。で、ここかな、報酬かな、これか、この成果ギフト、これを買うと、まあ、成果が手に入ると思うんですけども、で、こう自分が欲しい成果が溜まった時に、まあ、端数が22とか23とかいう感じになってると思うんですよね。なんで、その端下っていうのはですね、売っ払わんとですね、持っといて、で、強化に使うのがいいんじゃないかなと思います。こうすることによって、スピードがね早いと思います、強化終わるね。やっぱりここ、強化の中でこの星を点灯させるっていう作業が一番めんどくさくなるんじゃないかなと思うんで、僕もこれあと10、あと8か、
貯めた後にまた星3のところで20ぐらい要求されそうな気がするので、レベルマックス言ったらなかなか遠いなという感じがしてるんですけども、やっぱ効果はね期待できるので、現段階でもすでに 14.9% 上がるということになってるので、検証するには十分かなと思っておりますのでね、ぜひご覧いただけたらなと思います。で、検証のやり方なんですけど、これはもう単純です。この城を狙って繊維がついている状態とついていない状態で攻撃する回数がどんぐらい変わるのかというのを見ていって検証していきたいかなと思います。そしたら始めていきましょう。はい、まずは繊維がついている点位ですね。自衛はちょっとややこしいので外しております。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11、12、13、14回ですね。繊維がついている状態で14回攻撃する必要があるということになってます。そしたら次は外してみましょう。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11、12、13、14回、15ですね。1回攻撃分ぐらいは違うんじゃないかなと思いますね。なんで繊維のレベルがマックスになるともう少し顕著に差が現れると思いますので、これはかなりいい繊維であるというのが証明されたんじゃないかなと思います。やっぱ紫いったこかな、紫だけでもまあなんとかなりそうな気がしますよね。詳しくはちょっと繊維総選挙という動画を見ていただけたらありがたいんですけども、紫を使っている人が圧倒的に多かったんですよね。なんでこれはまあ紫つけといたら自身も強化されるし周りの武将も強化されるということになりますんでね、ぜひこの紫の繊維、作っていただけたらなと思います。で、範囲がどのくらいなのかっていうのもちょっと検証してみたいなと思ったんですけども、ちょっとね範囲までっていうやり方がね分からなかったので、まあこうざっくりとね、あ、こんぐらいやったら範囲に入るんや、こんぐらいやったら範囲に入らんのやみたいなのはねやってみたら分かると思うんですけど、その何マスかとかいうのはね厳密にできないかなという気がしますので、まあちょっと今回は控えさせていただくんですが、防衛武将をね中に固めているような状態だったら、まあまず間違いなく全ての武将に繊維の効果っていうのは当てはまると思いますのでね、そこら辺はまああまり心配する必要はないんじゃないかなと思っております。またですね、紫の繊維がいくらいいからと言うてもですね、武将先行に関してはそこまでいいもんではないんじゃないかなと思っております。特に文王や主君に先ほどの攻撃力が上がったり攻撃速度が上がるような繊維をつけてしまうと、スキル打てる回数が減ってしまうみたいなね状態にもなりかねないので、その辺も注意しながら馬に繊維っていうのははめ込んでいきたいかなと思っております。そしたら以上です。ありがとうございました。